次に福島みずほ君の質疑を行います福島みずほ君希望の会社民党の福島みずほです総理にお聞きをいたします柳瀬さんが2015年4月に加計学園と官邸であったっていうのをいつ知りましたか安倍内閣総理大臣あ、あの柳瀬首相官が ああったということについてはです、ね、あの柳瀬秘書官が述べておりますように、その後、今井秘書官に話をしたと、えー、すみません、あの今井秘書官、えーとえー、からですね、に今井秘書官に話をしたということでございますが、えー、私がです、ねえー、その柳瀬秘書官からそのことを聞いた、今井秘書官から話を聞いたのはです、ねえーこの、このゴールデンウィーク中だったと思います。えー が柳瀬元秘書官が国会に呼ばれれば、学園関係者と面会したことを認めるといった報道が流れ、そのころにです、ね、今井秘書官から報告を受け、私も知ったということでございます福、はい、島みずお君。ゴールデンウィーク中に今井秘書官から聞いたということですね、改めて確認します安倍内閣総理大臣。えーまあ、なぜ、このゴー,ルデン、まあ、ゴールデンウィークですから、ゴールデンウィーク中だったということで覚えているんですが、同時に概要をしておりまして。 そのの際だったのかなとも思い,思いますあの飛行機の中だったかもしれませんがあ、えー、最終日に立つ前だったかもしれませんが、ああのまあ、そういう今申し上げました報道がなされたときにです、ね、秘書官から説明があったというふうに、えー、記憶をしております。 君はいえー、柳瀬秘書官はこの間の参考人招致で、ちょうど約1年前、閉会中審査の前に、今井秘書官に加計学園と会ったという記憶があると伝えたと証言をしました、重要なことだと思います、今井秘書官はなぜそれを聞いて、その時点で総理になぜ伝えなかったんですか安倍内閣総理大臣あの。これはですね、今井秘書官によれば、えー、昨年夏の閉会中審査の前に、 柳瀬元秘書官と今治市の方が面会したとの報,告を報道があった際、一度、柳瀬元秘書官に事実関係を確認したということであります。その際、柳瀬元秘書官から、加計学園関係の獣医学の専門家から話を聞いた記憶はあるが、今治市の方と会った記憶はないとの話を聞いたとのことでありました。ただ、当時は今治市との面会の有無が焦点となる中で、 このやり取りを含め、私に報告を行ったということでございますが、と同時に、いわば私が柳瀬その元秘書官と、こういうことについて。 口裏等を合わせているということはです、ね、あってはならないことでございますので、その際、まあ、柳瀬秘書官は参考人として呼ばれておりましたので、このやり取りについては私に伝えないほうがいいだろうということだったということでございます、でその後ですね、その後、今、秘書官も柳瀬秘書官とは、こうしたことについては連絡を取っていないということでございます、はい、福島みず君全くひどい話ですよ。 去年の閉会中審査の前に、今井秘書官、あなたの右腕でしょ筆頭秘書官は、柳瀬さんが加計学園の人と会ったということを、えー、聞いたんですよ。 聞いたんですよ。柳瀬さんはこの間そのことを証言しました。にもかかわらず、今井秘書官はあなたに伝えない。そんなことあり得ないですよ。当時は今治、愛媛と会ったかどうかが争点でしたが、加計学園の人間と会ったかどうかも重要なことです。この一年間の空転は何ですか今井秘書官は秘書官として不適格じゃないですかあるいは総理は聞いたんじゃないですかあるいは今井秘書官は柳瀬秘書官に口止めをしたんですか 全くおかしいですよまさに、えー、この点に関して、今井秘書官の承認喚問を求めます、えー、理事会で協議をさせていただきますはいでこの間、柳瀬秘書官は、えー、4月前後、3回にわたって官邸で、えー、加計学園の人たちと会ったということを認めました。これも極めて重要なことです。全く不自然と思うのは、一切総理からの指示もなければ報告もしていない、これはおかしいですよ。 私も短い期間ですが、大臣をしましたが、秘書官はまあその範囲内で動く、そのこと、あなたの大友人と官邸で会いながら、一言も報告しない、ありえない、いかがですか安倍内閣総理大臣。あのえー、この柳瀬秘書官はです、ね、まあ、先ほどだいぶすでに答弁をしているところでございますが、あいわば、あ さまざまな方とですね面会をしているわけでございますが、そういうこと等のまあ報告については、私の何か政策的な判断を求める。 場合については、ですね、まあ、秘書官6人おりますが、それぞれ報告をいたしますが、そうでない場合は、ですねこれはいちいち報告はしないわけでございまして、ふんちビるのスケジュールでございます。き、まあ、今日も、えーこれ、これ、この後もですね、仕事があるわけでありますが、この短い間にですね、いろんなことを私も判断しなければいけないわけであります。判断するだけで一日たくさんあるわけでありますから、その判断の途中経過をいちいちということというのは、 これは、さえてもこちらの時間が無駄になるわけでございますから、そういうことについてはです、ね、報告はいちいちしていないと、まあ、こういうことでございます。また、柳瀬秘書官はです、ね、この、えー、会った後この同,い同じ年のです、ね、数ヶ月後にはもう、秘書官を退任をして、えー、後の秘書官に変わっているということでございます福島三沢君。はい、全くその理解ができません。そして総理、えー、は 六月、えー、去年の六月のこの、えー、予算委員会で、私の質問に対して、六月十六日、こ、いつ知りましたかという質問に対して、構造改革特区の時から知っていました、と答えております。えー、まさに三月十三日、去年、この予算委員会で質問した時に、十五年間頑張ってきたのは加計学園だけだったんですよ、というふうにも言っていました。ところが、七月の閉会中審査で、総理は突然、一月二十日、 2017年1月20日に初めて知ったと答弁をしました。1月20日といや違う、えー、2 0、えー、その構造改革特区のときから知っていた、まさに2つ言っていらして、どっちかが明確に虚偽答弁です。1月20日に知ったっていうのは、ありえないですよ。総理、えー、3月13日に私に対して、 どうして1月20日、つい1か月半前に知ったんですよと、なぜ答えなかったんですか、そしてもう一つ、15年間頑張ってきたのは加計学園だけなんですよ、それから公募期間が8日間で短いではないかって、私の質問に対して、総理は3月13日、こう答えています。 大体特区は長い、国家戦略特区ですから、その前にこれをやるということは大体決まっていて、多くの人たちが知っているんですよ、知っている中において、えー、そういう方向で進んでいるということは、多くの人たちが知っている、関係者はみんな知ってるんですよと言ってるわけです、あなただけ知らなかったんですか安倍内閣総理大臣。あの今 えー、答弁のどこを切り取っておられるのか、私も、事前に示し,、えー、示しておられませんから、今の、えー、私の発言についての反応のしようがないわけで、えー、ございます。えー、基本的にです、ねえー、私があこの何回も、えー、やっぱ構造改革特区時代に、えー、チャレンジしたというのは、それはもうここで議論になっているわけでありますから、当然、そう、知っての上のお答えであります。知って いやいや、要するに、え、議能になって、国会での議能になっておりますから、その経過をもう一度全部私はおさらいをしているから知っているということでございまして、それ以前に、一月二十日以前に知っていたかといえばそうではないわけでございまして、で、あの、 福島議員の、まあ、突然の質問に対して、私が正確でない答弁したことについては、もうこれは昨年のです、ねえー、議論において、えー、これはまあ修正の答弁をさせていただいているとおり、まあ、何回もこれはお話をさせているとおりで、えー、ございまして、そのとおりだと、あの我々があの、私が訂正した答弁のとおりであろうと。 これはあの構造改革特区とです、ね、あるいはえ国家戦略特区のとき、まあ、両方ともえこれは今治市、えー、で申請をしているのでございますが、えー、どのタイミングでどうなっていたかということ、あるいは私がいつ知りうる立場だったか、あるいは実際にいつ承知したかということについて、ちょっと若干の混同があって、えー あのまあ、そういうことについては、もうすでにあの訂正をさせていただいたところで、えー、ございますが、これはですね、私が1月20日以前に、じゃあ私が知っていた、じゃあ私が知っているという話を聞いた、おそらくたくさんの方々が、えー、マスコミも含めてです、ね、いろんなところに、えー、これはあ聞いているんだと思いますよ、役所も含めて、えー、関係者に。 あるいはまた、加計幸太郎氏が私とそういう話をしたということを言っているか言っていないか、岡山県の在会の人たちも含めてずいぶんインタビューしたそうでありますが、誰一人としてそれを聞いたという人はいないわけでございまして、そのことははっきりと申し上げておきたいし、私がですね、え、ー これは前から前時間も含めて、誰一人、その指示はしていないということは、はっきりと申し上げておきたいと、こう思う次第でございます。実際、大学はです、ね、今、この4月から新しい新入生が入ってです、ね、まあ、スタートしたわけでございますから、静穏な環境もつくっていくことも一つの考え方ではないかと、このように思っております福島みずお君。 構造改革トップの時から知っていましたと答弁しているからなんです。私はそれが正しいと思いますよ。後からまずいと思ってですね、一月二十日、二0 1七年一月二十日と言ったけれど、誰も信じないですよ。先ほども、あの、他の同僚議員から質問がありました。萩生田さんがこう言ったとかですね、全部、むしろ、えー、柳瀬さんが引いた、あなたの秘書官が引いたレール通りになって、最終的に、えー、加計学園のみ、 のみ認められてるじゃないですか総理は熟度が高いのは加計学園だけだったとおっしゃいます違いますまさに11月1日規制改革案規制緩和の案では広域という言葉が入ったために京都産業大学が落ちたんですよ熟度が高いからではないんですよ京都産業大学もこれはきちっといいレポートを出しております総理総理は去年この3、えー 参議院の予算委員会で3月13日、私に対して、私が働きかけていたら、責任取りますよ、とおっしゃいました。この1年間の間、たくさんのことが出てきました。まさに萩生田さんが、あるいは藤原さんが言っている。そしてまさに、総理の、えー 官邸の最高幹部が言っているとかですねいろんな文書がまさに出てきましたこの間の参考人招致で柳瀬さんが3回影学園と会っていることも認めておりますえ総理あなたと一心同体の秘書官が実際動いているまた文書の中でもあなたの名前というか総官邸の、えー、席あまあえー、官、えー、最高幹部が言っているとかですねそういうのが出てきているじゃないですか えっとですね、えー、官邸の平成、えー、9月26日、内閣府藤原審議官、官邸の最高レベルが言っている、10月17日、内閣府藤原審議官、総理のご意向、こういう文書が出てきております。そういう文書からいれば、いえれば、総理の働きかけは明確です。責任を取って、えー、総理は退陣をすべきです。 今、引用された藤原えしえ審議官のです、ね、え発言の中でございますが、同じ紙ですね、同じ紙、重要な一料があるんですが、これは野党の方も新聞もです、ね、えあまり引用されないんですが、国家戦略特区諮問会議決定という形にすれば、総理が次長なので、総理からの知事に見えるのではないかというと書いてあるんですね。 見えるのではないかということはです、ね、普通、そう指示をしていれば見えるのではないかということは言わないのではないか、つまりこれをもって、い、えー、わばあこれは総理の意向ということにしようということにしたのではないかという推測も十分に成り立つのではないかと、このように思福島みずよ君。はいえー虚偽 公文書の改ざんの上に政治は作れません、えー、安倍内閣は退陣すべきだということを申し上げ、私の質問を終わります以上で、福島みずほ君の質疑は終了いたしました内閣総理大臣まで役に立たなかったんじゃないか、<laughs> 次に薬師寺みちお君の質疑を行います。薬師寺道夫君 実はこの予算委員会を開催するにあたりまして、私どもは週末に質問の通告をいたします。でも、この週末だけでも、北朝鮮情勢をさまざまな報道が駆け巡っております。ですから、大変申し訳ないながら、少し質問の内容も変えながら、私、の今日は総理、そして外務大臣にも質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。日中間サミットが行われました。 でその日のうちに北朝鮮に拘束されていたアメリカ人3人を解放するということで、トランプ大統領がツイッターで明らかにし、そして実際にご帰国になりました。我が国にとりまして、この拉致被害者の全員帰国というのは、絶対譲ることができない政治的な課題でございます。ここの3名の名アメリカ人が解放されたことで 拉致被害者の帰国にどのように影響があるということに総理は思っていらっしゃいますかお聞かせください内閣総理大臣 <laughs> 今般北朝鮮に拘束されていた米国人3名が解放されたことを、まあ、北朝鮮による前向きな動きとして関係しますこの機運を拉致問題の早期解決にもつなげていきたいと考えています我が国としては米国と緊密に連携をし北朝鮮に対する国際社会の圧力をテコとしつつ 私が主張となって、北朝鮮に拉致問題の早期解決に向けた決断を迫っていきたいと思いますし、あのまあ、米朝首脳会談の際にはです、ね、トランプ大統領もこの拉致問題について提示すると明確に述べておられるわけでございまして、最終的にはです、ね、もちろん、日朝で話をしなければならないわけでありますが、まずはこの米朝会談をです、ね、拉致問題解決への重要な機会としていきたいと、このように考えております薬師寺光代君。 ありがとうございます拉致被害者のご家族の皆様方はやはり、なぜアメリカの皆様方はご帰国をなさったのに、われわれの家族は帰国できないだろう、実質派の思いで今、それを見つめてらっしゃったことだと思います。北朝鮮からまた報道がございました。すでに解決した拉致問題を再び持ち出して騒いでいるではないか、全世界が米朝首脳会談を歓迎しているのにもかかわらず、 朝鮮半島の平和の流れを阻もうとしてるんじゃないか私はとんでもないことだと思っております北朝鮮において拉致問題が解決済みしかし我々日本としてはそれを認めるわけにはありません拉致被害者の全員被告というものを求め